同じことなんか3回ぐらい言った気がするんですけど毛髪、これよりひどくならないように今私が使ってるのは本当にいいからめっちゃ長々と話しちゃってるんだけど、多分カットされてるからわかんないけど、私が使ってよかったなと思ったものをね紹介させていただいたので、多めに見ていただけると嬉しいです。多めにって言っても本当に本当にいいんですよ。そうだから本当にね全部いいので、ぜひみんなにもね使ってほしい。はい、ナタです。はい、ということで今回はオレンジ髪のヘアケアルーティーン紹介、イエーイ。はい、ということで私が普段どんなものを使ってるかっていうのをね紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。まず私髪がねオレンジですねメチェンしたっていうのも兼ねて、いろいろねシャンプーとかお風呂上がりとかお風呂場で使うものが結構中心的に変わってるので、どんなもの使ってるかね紹介していきます。まずですね、髪質的には結構ね細めですね。だいぶもうなんかもう余計ブリーチしたっていうのもあって、ほんと細すぎて見えないっていうぐらい細いんですよねっていうのと、まああと細いから癖もつきやすい感じで、毛量自体はそんなにないんですけど、ボワって広がって見えちゃうっていうのがちょっと私の髪のダメなところ。似た髪質の人いるかな。私が目指してるのは一本一本しっかりしててキューティクルがある髪なんですけど、まあブリーチしちゃったからね、まあ、難しいと思うんですけど、まあ最善は尽くすことはできるかなと思うので、これよりひどくならないように今私が使ってるのはこちら、シャンプーとリンス、こちらですね。ボンドメンテナンスのシャンプーとコンディショナーなんですけど、サロン専用の美容院で買えるシャンプーとトリートメントなんですけど、余計な重さを与えずに、毛髪ダメージ、枝毛、うねりを補修し保護します。髪を扱いやすく潤し、ツヤを与えることで健康的な髪質に導きますっていう、もうねこの通りなんですけど、なんで買ったかっていうと、ブリーチする前も枝毛がすごい気になってたんですよ。それを美容師の人に相談したら、すごいおすすめだよって紹介してくれて、これねマジですごいの。シャンプーって2プッシュして、まあいい感じじゃん。これは半ワンプッシュぐらい、こんなほんとちょっとしか出してないのにめっちゃ泡立つの。どうしてもブリーチしてるとやっぱ傷んできちゃって余計こう枝毛とかが出てきちゃうんだけど、それをこうくっつけてくれるみたいな、シャンプーの成分でキューティクルみたいな役割を覆ってくれるんですよ。だから枝毛防止っていうよりかはもうほんと枝毛を直してくれる。でこのコンディショナー、これも同じことが書いてありますね。だからこれセットで使うと本当に枝毛をケアしてくれたりとか、髪のねダメージとかも綺麗にしてくれて、髪を再生してくれるっていう、素晴らしいあのシャンプーとリンスですね。一応カラーケア対応のものなので、カラーを入れた後でも維持してくれる、長持ちする効果があります。もし髪のダメージとかうねりとかそういうので困ってる人は美容師の人に相談してもいいと思う。あ、それとねこれも同じ美容院で買ったんだけど、ボンドスムーサー、洗い流さないトリートメントですね。これも枝毛防いでくれる。私はおわつき広がりが気になるんですけど、これは綺麗にしなやかに髪をまとめてくれる効果があります。本当にすごいの。このコンディショナーもすっごい濃厚で濃密なんだよね。これは髪洗った後に水分取って乾かす前にワンプッシュ、ワンプッシュだけでも全然ね綺麗につくのですごいいいですねという感じで、オイルはおなじみのリファのロックオイルですね。これも大好き。この髪を乾かす前はこれなんだけど、乾かした後とかはこれを使うようにしてます。でブラシはリファ、この長めのブラシを使ってます。これね、頭の形に沿ってちょっとカーブしてるのでこうフィットしやすくて絡まないの。そして私ね絶対絡むの、他のブラシを使うと。一回はこう、ってうまいことねこう通ってくれないんだけど、リファのこのねブラシは一回で通るの。ほんと一瞬でサラサラになるから。あとね静電気が起きない。でドライヤーはこちらのリファのドライヤーを使っております。
このコンパクトのドライヤーから想像できないぐらいの風量が出るの。マジでブリーチすると髪って乾きにくくなっちゃうらしくて、ブリーチする前もねめちゃくちゃ髪乾きにくかったんだけど、前使ってたドライヤーの半分ぐらいで乾くようになりました。あと早く乾くだけじゃなくて、乾かした後の髪の仕上がりが素晴らしいんですよ。まとまるのちゃんと。そうだからたまにね本当にやっちゃいけないんだけど、疲れすぎてて髪乾かすの忘れちゃうみたいな、そのまま寝落ちしちゃうみたいな時があるのね。そういう時にやっぱ朝起きると髪がね本当に事故るのだけど、やっぱりこのリファのドライヤーで乾かして寝てあげるともう全然違う。ああもう昨日頑張って乾かしてよかったって思うの。まあ、頑張るほどでもないの、もう半分で済んじゃうからっていうぐらい本当に風量強くておすすめです。髪質も良くなります。で、まあ、これもずっと使ってるんですけど、リファのねアイロン、私がヘアベロンのアイロン壊しちゃって修理に出そうと思ったんだけど、これも気になってたからコンパクトだし持ち運び用はこれにしようかなと思ってたんだけど、でも個人的にやっぱリファのアイロンがいいなと思ってもずっと使ってます。あのヘアベロンってめちゃくちゃ高いじゃん。だけど、まあ、それよりかはお値段はそんなに高くない方だと思うので、その割にはめちゃくちゃ機能としていいと思うし、髪もすごいいいなと思ったので、もうねずっとこれを使ってます。このアイロンのいいところはまず軽いし小さいコンパクトっていうのと、立ち上がりが早い、すぐ温まるの。マジで本当に10秒とか20秒とかで一瞬で温まる。ビビましたね初めて使った時は。髪に対しては本当にダメージが軽減されるね。ある時ね別のアイロンを使う機会があったんだけど、それをね使って使った後とこれを使った後でやっぱ仕上がりが違うなと思って、やっぱおすすめですね。コスパ的にも髪に対してのダメージの軽減にも、仕上がりそしてコンパクトさ、やっぱ軽いとやりやすいじゃん。ヘアケアの使ってるものはこんな感じですね。私の髪質が維持されてるのはこの子たちのおかげだよっていう感じです。この子たちを使ってるおかげで髪は保ててますねっていう感じ。はい、本当にいいんですよ。ぜひみんなにもね使ってほしい。ということで私のヘアケアルーティン紹介でした。ぜひ皆さん参考にしてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバイ。